はい、どうも、三平浩司さんです。なんとか仕事終わって帰ってきましたと。で、616円、ストップ高は、滞りなく終わって、今、夜間ですね。今、896円っていうところまで来てます。正直なところ、夜間も1016円張り付きかと思っててですね、購入するのを、ためらってたんですけれども、887円でですね、300株、追加で購入することができました。まあ、今ちょっと900円つけたり、落ちたりっていうところなんですけども、まあ、場が開けば、結局大量の買い戻しと、言うたら買いたいっていう人がわーっと集まって、売りをこなしながらストップ高に向けて動くんじゃないかなと、おじさんは思ってます、というところでございます。BTS も80万株以上の出来高があってですね、とても夜間取引とは思えないぐらいの量を取引されてますので、4時半時点では777円だったというところなんですけども、おじさん仕事終わってパッと見たら880円ぐらいだったんで、もう仕方ないなというところで、本当は770円欲しかったんですけども、それは無理なものは無理やというところで、購入させていただきました。はい。で、今後の動きなんですけども、1016円つけた後、2000円に向けてどれぐらい伸びるのか、というところを、見るっていうところでございます。正直、その2000云々のところはね、どうなるかっていうのは、おじさんもよくわかりませんと。わからないんですけども、今、掲示板が盛り上がってて、で、言ったら、リミックスホルダーも盛り上がってるっていうところで、別に盛り上がってるから、なんですかね、大量に買われるかっていうのは、それはちょっとよくわからんのですけども、少なくともね、今、メヘラおじさんのチャンネルは、リミックスポイントで、めちゃめちゃ再生数と登録者稼がせてもらってるので、それは追っかけざるを得んやろと。おじさん的には、1000円いったら、ちょっと売ろうかなと思ってたんですけども、なんか、売らずになんか、このまま追っかけた方が今年楽しんじゃうかな、みたいな思ってきてですね、今、1200株、持ってます、というところなんで、それを言うたら追いかけ続けてですね、7月ぐらいからね、自社株買いをするとかって SBI も言ってますし、5% 分。なんかそういうところも含めてね、どんどんなんか、IR とか出てきたら面白くなるなと思って、言うて三三文さんと、似たような感じになるんかなと思うんですけど、それだけじゃなくてね、普段からやってるですね、Vlog というんですか、お話もですね、適当に、言うと暇つぶしレベルで聞いていただけたらなと思ってございます。リミックスだけでね、おっしゃ登録しようかって言って登録する、っていうんじゃなくて、いろいろあったからとりあえず登録しようと思っていただいたと僕は信じてますので、はい。というところで、よろしくお願いしますというところです。あと、登録者がですね、今、見てる方の中で登録してる方って4割ぐらいしかいないんですよね。4割切ったかな。で、6割以上の方がですね、登録されてないということで、登録していただけたらですね、私漏れなく速攻で収益化の1000人まで行くんで、本当に、言うたらもうしょうがないな。おじさんしょうがないなっていうようなことをちょっとでも思ってくれる方がいたらですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上です。